皆さんこんにちは、本日の動画は、林道ですね。はい、この大人気のヤマハのオフロードバイクセロー250を使ってですね、皆さんと一緒に林道に行ってみたいと思います。今回の動画は、ちょっとぜひね一緒に行ってもらった気持ちになってもらえるようにですね編集をしてます。なので、もしかしたらちょっと酔いやすい、シーンもあるかもしれないんですけども、走行シーン少し長めに、入れてます。それとですね皆さんの大好きな、こんにちも今回初参加で一緒に来てくれてますんで、そういったところも見どころなんじゃないでしょうか。それでは早速行ってみましょう。それでは今から行ってみたいと思います。今日の相棒はこれです。セローの、250ですね。はい、YSP 横浜戸塚の練習機1号ですね。はい、一応今回装備はこれ、ハンドルのガード、金属のアームが入っているものです。これとですね、あとはですね、アンダーガードですね。アンダーガード、はい、この辺を装備してます。まあこれはね、ゆっくり走るぐらいならいらないんですけど、一応ついてます。そんな、セロ練習機で、今日は皆さんと一緒に、走ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。え、もう待ってっすよ。ありきない食べてんの？かけそばです。ここどこ兄貴？今8時25分で、今栗浜フェリー乗り場ですね。乗り遅れたところ？乗り遅れましたね。はい。しょうがないっす。お疲れ。兄貴お疲れ様です。お疲れ様です。ここどこですか？栗浜出港して今、9時36分です。はい、どこ行くんですか？千葉県のどっかです。兄貴さっき習った、はい、林道での注意点って何でしたっけ？このシーズンはなんかいろいろライダーたちが集まるようなんで、はい、基本左側によって走るという。ああ、わだちがなんか2つあったら、ああそうです、ね、なるべく左側の方が安全だよってやつですね。そうですね。あと対向車も結構来るそうなんで、そういう予防っていう兼ねて言えば左側を保持して走るっていうことで、そういうルールのもって今走る予定。言ってましたね。はい。今日の心意気をお願いします。やらかしましょうかね、なんか。やらかす。兄貴初林道。初林道ですね。初林道。だから今ちょっとテンションがハイなんで、多分やらかすんじゃないかなって自分ではちょっと心配してます。兄貴今日のじゃあ格好チェックで、今日完璧ですよね。よし。おお、これ。はい。ガッチリですね。おお。ガッチリな感じで。そしてオフロードブーツ。これ新品で買ったんでしょ？まあ実はこれオフロードブーツ。うん、新品っちゃ新品ですけど。なんていう商品ですか？ガエルネのサイファー J ってやつですね。はい、ガエルネサイファー J、はい、いくらするんですかそれ？3万、確か4000円だったんで、3万4000円だったと思います。3万4000円、はい、やりましたね。やりましたね。やらかしました。かっこいい。でもその分かっこいい。かっこいいっす。やっこさんもいろいろと普通の人にはわからないような心の変化があったのかもしれないですね、あの事件をきっかけに。やつは安乗りに悩みがあったのかもしれない。我々はそのところを紐解いて追い詰めていくしか方法はないんだ。ここどこですか？千葉県の金谷、なんて読むんでしょうね。え？元名線っていう林道です。兄貴初挑戦ですね。初挑戦ですね。お願いします。え、振りですか？いや、違います。転ばないでください。はい、ということで今日は千葉の元名林道、元名林道に来てます。はい、今日はお師匠来てます。林道のスペシャリスト、オアシス元ファクトリー、渡辺さんですね。はい、おはようございます。おはようございます。じゃあすいません、ちょっと林道の注意点
などなど、はい、あと初めて行く人の心得、はい、ちょっとすいませんお願いしていいですか。林道なんであくまで行道です。で対向車とか来ますんで必ず左側通行してください。で特に林道のダートに入る前、ああいう土の部分とアスファルトの部分が交互に来ます。でアスファルトの砂利ってすごい滑りますんで、結構いいカーブが続くんですけど、調子乗ってオラーって倒してるとステーンってやりますんで気をつけて。はい。であとバイクなんですけど、もし立てるんであればスタンディングで、まずバイクのもう真ん中、今土踏まずでステップを押してますけど、ここで真ん中に乗ってください。真ん中、横から見て真ん中ですよね。うん、だからこっちだね。ここから全体でこう、うん、真ん中で、この時に立った時点でくるぶしグリップをしてください。それから軽くここは支える程度で、でそのまま座るんであればそのままストンで、こういう位置とかに座らないように。後ろ目は NG ってことですね。うん、前ね。前で、まあ当然左コーナーだったらお尻をちょっとずらして膝でタンクを押してやる。左コーナーの場合、右の右にお尻を出して、角に乗っけてあげて、で膝で押してあげる。ポイントはお尻がちょっとこっち来て、ここお尻がここのシートの角に、移動。これ左回りですからね。はい。でさらに、ここのところでタンクのここを押して曲がる。それがまあ基本ということですね。うん、はい。で、あと手ですけど、肘がこう下がってたりとか、あとこういう格好っていうのはハンドルがこう振られた時に肘、自分の肘でエルボーしちゃいますんで、こういう風に。だから必ず上げる。手はハンドルじゃない、ドアのノブ開けるみたいなこういう位置ね。こうじゃなくて、 できればクラッチとかブレーキは2本指操作を。で、ここで持って2本指ね、やってください。あら、背筋は伸ばすんでしたっけ？うん、背筋は、まあ、もう、お尻突き出しちゃうレベルじゃないんですけど、はい、今日伸ばす。気持ちはそれ。で、さっき言った左コーナー曲がるんだったらお尻出して、外側の肘をちょっと上げて、こっちはまあ支えるっていう。はい、横なんですか。ありがとうございますということでした、皆さん。ということで、はい、であと、まあ、さっきのスタンディングなんだけど、当然道こんなになって暴れるんで、その時にグリップ、ここでグリップをちゃんとしてればバイクがこう暴れてもこの中でここですね、ここですね、うん、ここでギュッと押してあげればバイクがこう暴れてもこの中で暴れるだけなんで、安心です。はい、はい、どこなんですか。以上でしょうか。とりあえずあとは走ってみよう。走ってみようということで、走ってみよう。
まあこっち側に荷重かけるとピッてこっち側曲がるから、グッと吸っていきたい。で戻りたかったらこっち側、おこうなってる時はステップにこういう力あ押し付けるような前を斜め下にこう押し付けるステップに力を押し付ける。その時はあんまりお尻引きすぎると手が離れちゃうから、 あんまり離れないでこういう状態でかけて手は少し余裕は持たせないと上り坂で上り先のがこういう力、後ろ方向に押し付ける、押し付けるリアタイヤに荷重がかかるようなステップ、本当にかけてる。ありき、yes。 仕事だよ。何の？いや単に取られる側の仕事。ああ、へい。兄貴ここどこ？どこでしょう。景色いいんじゃないの？ほら。景色いいんですね。ほら。あ、車来る？いや来ないと思います。多分通れないでしょ。ああ。落石みたいのあったんで。景色いいな。春。。いや本当めっちゃ綺麗ですね。めっちゃ綺麗？はい。兄貴。はい。綺麗。よかったよ。自分キメです。キモいです。通ってきたところが山中林道。山中林道、はい、です。はい、ありがとうございます。どんな林道ですか？走りやすいよね。はい、走りやすいです、ね。うん。転んだくせに。あれ？そうなの？知らなかった。ね。はい。あれさっきの、うん、あのなんかちっちゃい小川が流れた後ですよね、なんか。渡辺さんが U ターンしたところですよ。あ、はい、あそこで、あそこで近藤さんが転倒し、そして私めが急ブレーキをかけさせていただき、うん、そして後ろで落合さんが転ぶっていう全部この男がいけないっていうねはい、ここどこどこでしょう
飯。ご飯ですね。ご飯タイムです。金谷さん。林道だか近道だか知らねえけど。なんだと？ふざけやがって。ふざけやがってよ。もう後半戦目にも見せやったんだ。あ、本当？楽しみにしてるね。もう任せろよもう。近道さん。はい。それ何ですか？エア刺身。エア刺身ですね。エア刺身。近道さんそれ何ですか？贅沢なめろう丼です。なめろうって一体何ですか？何でしょうね。知らないと思う。何の魚ですか？お疲れ様です。兄貴、ここの丘に名前をつけてください。名前？こんにき坂。こんにき坂。こんにき坂。じゃあこんにき坂見てみましょう。はい。はい、こんにき坂。はい、こんにき坂長いですね。あいて、なんか真ん中に一本溝があって、みんなここでハマってます。コントさん確か入り口のこの辺で転びましたよね。このちょうどこれこの辺。これこれ。この泥、名前つけてください、これ。近道跡。近道跡。近道跡。ここ近道跡ですね。近道して、こっちに確か近道したんですよね。そうですね。で、最後ここでバイクが近道しちゃったので、そうですね、近道は近道したってことですよね。意味わかりませんな。ね。こういうのにアタックしたくなるのも、男の差が。近道さんの男らしさっていうところですよね。そうですね。はい。でも一応一番上まで行ったんですね、近道坂は。一番登りましたね。登頂して、そこに山があるからということで。そうですね。本当にお疲れ様でした。次回チャレンジしたいです。今回チャレンジしてうまくいったのに、次回チャレンジしたいってことですか？今度は人手を借りずに。あ、自力ですね。そうです。あ、裏で押してたのは秘密ってことですね。そうですね。あ、なるほど。お疲れ様でした。じゃあ、近道さん。はい。今日、近道さん、何で来たんでしたっけ？セロ250です。はい、見ていきましょう。セロ250。さあ、セロ250、これは、近道さん、こんなの買えるほどお金持ってましたっけ？ロンなら組めます。ロンなら組める、さすがです。です。はい、これ、今回、ヤマハさんの方からですね、お借りしているマシンですね。はい、近道さんのために。ヤマハさん、ありがとうございます。はい、スポンサーへのあれは大事ですからね。はい、はい、じゃあ近道さん、このセロ250ちょっとインプレッション、はい、どうでした？今日林道走って初めてですよね。初めてです。はい、はい、どうですかセロは？何よりも足つき性がいいです。足つき性がいい。はい、あとはこけても大丈夫です。こけても大丈夫。こけてましたね。壊してねえだろうな。大丈夫です。どっちにこけたんだっけ？大丈夫です。あ、大丈夫。はい、あ、本当だね。大丈夫ですね。大丈夫です。はい、
気に入りました？気に入りました。どんなところが好きですか？とっつきやすいところが好きです。とっつきやすい、はい、エンジンの感じはどうですか？もう一足二足あれば全然もうこんな林道なんてへでもないですよ。へでもない？あんまり大丈夫ですか、そんなこと言って。でも、要は気に入ったんですね。大変気に入りましたの。まあ初めての人でも気軽に林道に入れると、はい、素晴らしい素晴らしい。近藤さん、さらに、はい、今回、はい、近藤さんオフロードヘルメット持ってらっしゃらない？持ってないです。ですよね。イエス。そこで、今度はワイズギアさんがですね、これギブソン、このヘルメットを、貸してくれました。はい。ちなみにこれどうですか？非常にかぶりやすいです。非常にかぶりやすい、はい、でこれゴーグルじゃなくてシールドのタイプなんですよね。イエス。なので、例えばすごい本格的にやるわけじゃなくて林道に入ったりとか、普段日常使いにもまあ便利という特徴があります。はい。そんなギブソン、どうですか通気性は？めっちゃくちゃいいです。いいですか？はい。めっちゃなんか汗がびしょびしょなってますけど。リブだからしょうがないです。なるほど、しょうがないです。はい、はい、でもまあ快適なヘルメットということですね。はい、はい、ありがとうございます。ワイズギアさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ここどこですか？はい、どこですか？ここ金谷フェリー発着場ですね。どこ行くんですか？これから栗浜ですかね。これから栗浜に行くんじゃないの？何言ってんですか？行かない行かない、そんな暇はない。あれ聞くと出来高どうでした？十分。もう予想以上に素晴らしい。予想以上にもうドロンコンだったし最高。楽しかったです。楽しかったです ね, ね。フルにヤマハに借りていいですね。ヤマハ様どうも、ね、こんだけ楽しめたのはヤマハ様のおかげでございます。もう兄貴本当お疲れ様でした。もちろん今日洗って返すんだよね。使ってそのまま返さないよね。皆さんいかがだったでしょうか。今回の動画、初めての林道でしたけども、何かの、ね、これから行きたいと思っている方のお役に立てたら幸いです。それではですね、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。